徳丸ゆきです。青木りなです。とうくんです。徳丸家、ようこそ。さてことで、年末恒例行事、年末ジャンボ宝くじ買うぜー、当てるぜー、当たったも同然ということで、はい、今日は12月24日、発売最終日でございます。最終日です。やっぱり残り物には福があるって言いますから。もうね、当てる気しかないですもん。ええ、で今回はですね、徳丸家として3万円も募集しましょう。はい、やったね、とうくん。さあ、早速買いましょう。今日もコムボックス前のですね、うん、宝くじ売り場、こちらね、一番お世話になっておりますので、はい、こちらでご購入させていただいて、バチコンと当てたいと思います。今日はね、先ほどまで、はい、ひなちゃんはオンエアをしてました。結構ね、人が言ってた、売り切れてないかな、大丈夫だよね。ジョージパーツニュー。じゃあ、こんにちは。年末ジャンボを100枚。はい。連番とバラはどうされますか？連番。あ、ごめんなさい。連番100枚で、はい。3万円でございます。あ、はい。はい。お願いします。どうもこんにちは。お、すごい。私そこ今ラジオしてました。あ、本当ですか。これ当たりましたね。嬉しい、ありがとうございます。すごい、同級生のお母さん、すごい。そうですよね、幼稚園からですよね。幼馴染。よろしくお伝えください。ありがとうございます。また、どうもありがとうございます。3万円も100枚買いました、はい、当たったも同然。12月31日に開票ですよね。なのでその頃には私たちが10億円手にしていると思います、はい、皆さん楽しみに最後までご覧ください。それではシーンが変われば当選発表、当たれ、はい、ということで、はい、12月31日大晦日です。今年も残すところあと数時間ですけれども、はい、抽選結果が出ましたね。緊張しております。今回当選金額に関して一応ね、はいはい、お伝えしますと、うんうん、1等は7億円、1等前後賞で1億5000万円、1等の組違い賞が10万円、2等が1000万円、3等が100万円、4等が5万円、5等が1万円、6等が3000円、7等が300円となっています。うん、まあ皆まで言うな、全部入ってるから。なんだこれ連番で買ってるから1等前後賞合わせたら10億円と。よし、あ、おいしそうですね。一生懸命、じゃあちなみに今回私がわけわかんない状態でもこのフリップを作りましたので。そうですね、何番を持ってるっていうのはお互い見ない状態ですから、はい、今初めて開けました、はいはい、では、はい、1等7億円下1桁目は、ん、下1桁目、あ、1桁目その方がそうかね、はい、9あります。開けていこう。9は絶対ありますから、こちらに9のやつが10枚もちろんあります。はい、では行きましょう。はい、1等7億円下2桁目は6あります。69です。それは絶対1枚あるはずですもんね。こちら1等7億円下3桁目は8。丸はあるよ、丸はある、丸はあるよ。ゼロへ。181組の152869ですね。うん、まあ全然違うね。ただ組違いとかもあるってことだよね。なんか組違いが外れてるってことですよ。さあ勝負はここからです。いやずっとないよ、ね、ずっと勝負ないよね。まあまあこれはさ、
一個もうネタじゃん。いやもう私本気で狙いに行ってたんで。現実的に考えて難しい、すごく10億円って難しいと。そうね、ポジティブに考えていこう。ただ2等は1000万円ですっけ。1000万円が4つあります。それに関してはほら現実性あるから。はい、まだ、はい、ちょっとちゃんと見ていこう。ちゃんと現実で見ていこう。ちゃんと見てんだよね、うん、本当に違ったか確認しに来たみたいよ、うん、本当に違うか確認させてあげて。興味もないって信じられない。冷静ですね。信じられないけど。じゃあいきましょう。2等は4つ、まず1つ目です。はい、2等1000万円、1つ目の下一桁目は7。ある100枚連番だからさ、絶対下一桁目まであるわけじゃん、うん、だけどもう1枚しかないね、絶対に。チャンスはね。3456789010あります。確かに。じゃあ2桁目はお願いします。2等1000万円、下2桁目は4あります。あります。あったよ。はい、次はだから6がくればですね。はい、いいですか。大好きよドンくん。次は3。3違う、4つあるから2等は。そうね、当てるから。ここで次で当てよう。どっか来るから次で当てるぞ。よし、じゃあ2等1000万円、2つ目下1桁は8。あります。あります。これはあるんですわ。あります。見えるんですかね。確かに10枚。では2等1000万円、2つ目下2桁目は1。あ、一番上。あります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 。来てます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 。これです。行こう。はい、だから次は5です。5来たら5来い。行くよ。夢見させてこの1回。よーだーだー、ありがとう。そっち行くって。オッケーオッケー。うんうん、オッケーオッケー、わかったわかった。よし、サクッと行こう。サクッと気持ち変え変えていこう。そうね、サクッと気持ち変え変えそう。まだあんだからね。まだあんだから気持ち変え変えそう。気持ちよさそう、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 よし行こう。はい。はい。2等1000万円。3つ目参ります。はい。下、1桁目は、0。はい。あります。あります。余裕であります。すぐ見つけます。すぐ集めますよ。すぐ集めます。すぐ集めます。すぐ集めます。両手を使ってすぐに集めていくよ。手汗かいてるからすぐに。ぐちゃってしないよ。手汗かいてるかもしれないから。手汗かいてるからすぐぶつかりますよ。ダメだ、これペースでやるのやめよう。ね、これは良くなかった。粗末にしたのかもしれないな。そうね、楽しいけどな、こちらは、ね。じゃあもうラストの4つ目になりましたね。1000万円ね。1000万円4つ目ですね。まあ当たるでしょ、1000万円。待ってましょう。じゃあ、どのペースでご希望ですか。いや、もう行こう。丁寧にやるわ、丁寧に、ね、うん。それでは参りましょう。2等1000万円4つ目でございます。下1桁目は9。はい、9でございます。こちらにありますね。9ですね。1、2、3。5、6、7、8、9、10ということで1等当たってないんで10枚やります。はい、ではバレショー続いて下2桁目は9。おえ、はい、連番組ね、続くね。まあありますから、これは便利な組み合わせがありますからね。はい、ますね。はい、出ましたよ、こちら9。
次私たちは何ですか。次は1です。お願い。2等1000万円4つ目下3桁目は 3! あ違うか、もう3だったっけって思っちゃった。ちょっと待って、弱すぎん？ちょっと3桁目までは行きたいよね、せめて、うん、一旦ちょっと一回さ、うん、1000万円は終わったので、うん、ちょっと一回こう気持ちを切り替えて、うん、次はおいくらですか。3等は100万円ですね。仕方ねえな、100万にしとくか、まあ、初めてだしな、当たる。そうね、うん、3等は組下一桁があっていて、番号があっていう。なるほどなるほど。3等100万円下一桁は0あります。ここにあります。これですね、あ、手汗ですね。手汗です。はい、あります。次までありますか。下二桁目は3。3あります、3あります、3あります。夢を見させてほしい。もうちょっとね、現実すぎるのに。まだ、ね、まだ現実ないよ全然。これです。だから3、9個い、9個い、9個いいけますよ。3等100万円下 3桁目は4。夢なくない？なんかさ、夢なくなったか宝くじ。ちょっと一回考えよう。ずっと考えてる。もう一個ありました。100万円3等ハッピーに行こう。ハッピー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 アンダー出た必殺アンダー。いや、よく見たらやっぱり縫い目荒いよね。いくよ。ここの縫い目信じられないくらい甘いんだけど。3等100万円下一桁目2。出てないよまだ。まだ我々が手をつけていないジャンルに入りましたよ。入りました。これはこういうのが期待持てるから。そう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 。いつそんな検証したかわかんないけど。眠ってたってことだから。そんな検証一度もしたことないんだけど、ね、できたことがないんだよ。当たったことがある人の言い方だった。言い方だったよね。一回当たったからとかいう感じじゃないよ。なんかさ、外れ慣れすぎてさ、うん、麻痺してくるよね。あの悲しさがちょっと薄い。薄い。はい、20枚ありました、はい、では参りましょう。下2桁目は6。まああるわな、1枚ね。そこはある。ありました。はい、2枚ないかな。こちらです。はい、ちなみに0です。はい、参ります。うん、下3桁目は2。次4等いくよ。4等はいくらですか。4等は何いくらで、5万円。下4桁だけ合ってればいいんだから。あ、下4桁でいいと。そうです、今までの桁全部じゃないから。下4桁でいい。下4桁だけでいいから。もう当たるやん、そしたら。いや、まだ2個しか来たことないから違う。半分までしか来てないから。もうどんな計算をしてるのか全然わかんないけど、私には。夢見たい。参りましょう。はい、4等5万円下1桁目は6。うんうん、やばい、ここ別に願わなくてよかったんだ。いや、ここで願ってないのはいけないんだな。てか出してない6って。6って初めてです。初スタジオあるよ。いや、どういう。まあ、あるのかもしれんわ。じゃあそう言うならもう6はもう眠くなってきちゃったよ。日向ぼっこに入っちゃった。いや、頼む、5万円は欲しい。では参りましょう。はい、下2桁目いきます。はい、まあ、ここまであった1。はいはい、ありました、ありました。一番上になりました。頼む、次なんだ。5です。参りましょう。下3桁目5 5 5 9。ちょっと待って、過去一惜しくなくない？なーも楽しくないんだけど。何にもよ今。5等いくね。5等いくらな。5等は1万円があるわ。下3桁が3つで1万円。それでは参りましょう。5等1万円下3桁は051。よし、だから1の中から探せばいいってことだね。はいはいはい。1はまだ出てないよ。あ、これ上から見れば分かるんだ。
ないじゃん。なかったじゃん、今パッと見てさ。051でしょ。51があるってことでしょ。あ、51か、0か、全然はい、351でした。残念。やばいね。やばいやばい、マジでやばい。これマジですか。マジでやばい。もう動画としてどうなのっていうくらいやばい、ね、でもてか毎年こんなにやばいか。あのさ、辛い記憶って消えてんじゃないの。やってること変わんないからね、正直ね。あと2つあるんだよね。ある。じゃあいきます、はい、5等1万円もう1つ参ります、614。614あんま見ないよ、次まで。いや見ちゃうじゃん、やっぱ撮るんだからさ。見てない、見てない、あなたでしょ今探しちゃってるじゃん、人に4集めさせながらさ。問い合わせちょうどいい感じに書いてるから。いや乾いてきちゃったもう。あエキサイトしなくなっちゃった。乾いてきちゃった。うわ、えちょっと待って、何、うわー、614でしょ、うん、514もう。いや全然もうでもないよ。さあ、あと1本。本当に当たる気がしないよね。うん、しないから、ちょうどいいかなとか思ったりしてるよ今。1万円なら諦めてない人がいた、ここに。1万円欲しい。いくよ、本当に1万円欲しい。1万円欲しい。1万円欲しいよ。いきます、1枚。最後の1枚いきますよ。はい、760。ゼロどこ、ゼロ出したよね、ゼロ。あとよし、ちょっと1枚ずついくよ。770はある。次5000円だっけ。次3000円だわ。うーん、次3000円だわ。次3000円はある。3000円はある。当たんない気がする。3000円は絶対にあるのね。当たんない気がする。もうそれすら3000円はあるの、こんだけ買ってるから。入ってるの絶対。それなかったらこれ買い直した方がいい。これなかったらおかしいから。そうね、これなかった場合10億円取れてたかもしれないのにって怒ってもいい。そうだね、それは確かにそうだ。見てみるよ、怒るかもしれないから、うちらが、はい、6等3000、64あるかな、4か。お、ロン君ほら動き出した。今まで全然出てた。64もあるらしい。あるって、ありましたって。64全然怒れなかったね。ロン君ちょっと見てもらう。ほら、おない他に。トウ君が買った方がいいんじゃない。トウ君他にない。あ、テーブルが美味しいって。そうかそうか、そうですか。じゃあラスト行っとく。あるかな、行っとく、行っとこ。一応次何だ。7等300円。よっ、64のやつで、また見てよ。最近多いね、あるわ。44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 
まあいつも通りじゃなんですけど、3万円が6000円になったということで、まあいつも通りではあったんですが、まあ結果としてはね、なんか過去一何にも来なかった、惜しくも何ともなかったね。なんかさ、ないの、あのお年玉なんじゃいみたいなやつ、もう一回ダブルチャンス、チャンスあるよみたいな。もうそれはあれですよ、ハズレ券が9月2日9時の日にハズレ券の中から何かそのグッズがもらえますっていうのはありますけど、だからそれ捨てない方がいいんですよ。じゃあ残ってるやつもあり得るっていうか、残ってるやつはでも10月30日までにそれを送らないといけないので、もう終わってます。ちょっと我々はその出すの忘れてました。一番忙しい時期であったかもしれない。痛恨のミス。もう見てないですけど。痛恨のミス。痛恨のミス。痛恨のミスですね。じゃあまあとりあえず
このことは一旦忘れて、うんうん、2021年のもうこれ一旦これこう置いてあるけど、これ一旦みんな見えないことにして、うんうん、2021年について話そうかもちょっとだけ。そうね、じゃあお礼とかをちょっと言わせていただこう、せっかくだから。もう最後まで見てくれた、この外れてるって分かった後も見てくれてる人に向けて、ね、本当に素晴らしい方々だから、うんうん、いや本当にね、今年はすごいいい年だったいい年だった ね、あなたもうちょっと変なこと言うわ、もういい年だったり決まってるじゃないのっつって、ね、いやだからそのなんていうんですか、本当に皆さんにもね、いろんなこの変化を見ていただけたんじゃないかなと思いますので、そういった意味でね、大きな変化を最後に見せられるかなと思ってはいたんですがそれねまあまあ、そのまあやっぱり地道に一つずつ自分たちの力でっていうのはやっぱり痛感しているところではありますし、はい、ね、今見てくださっている方もその どこかしらで我々の活動の中で気になってくれていることがあって今もね見てくださっていると思いますので、ジャンプアップはしないということですね。急には無理です、何事もそう、はい、階段でもそろそろ段は踏んでます。確かに、ね、順番にずっとジャンボは買ってますけどね、まあまあまあまだなんでしょう。そうね、広い踊り場にいるんでしょう。私たちは今階段登れずに踊り場を楽しんでいるとこなんでしょう、ね、宝くじという中ではそろそろ一段登りたいところあるけどね、まあ、ただ私たちはこの今回というか YouTube この年に入って、まあ、11月からですけど、はいはい、11月には大きな発表させて、うん、結婚発表させていただいて、はい、動画で皆さんにたくさんのお声をいただきまして、うん、少しでもね幸せな気持ちとかこうほっこりする気持ちをお届けできたらなと思ってやってますのでね、はい、ぜひぜひ私たちの活動も含めて楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。本当にいつも応援してくださる皆さん、そしてご視聴いただいている皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの声援と思いは届いておりますので、はい、これからも私たちの気持ちも届けていきたいなと思っております。はい、綺麗にまとめましたが、宝くじは外れております。はい、では。わあ。いやまあでもまあ。まあまあ楽しかったじゃん。うん。楽しかったからよかった。じゃあ次は初夢宝くじです。またまあまあまあ、なんかこれもねまたおいおい楽しみながらやっていこうと思っておりますので。こればっかりだね。頑張っても仕方ないからね、はい。宝くじ運はないということで。はい。本当にすいません。今日も。平和でしたね。明日からも平和です。じゃあまた2022年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。青木りなと徳丸英樹とトンくんでした。はい、またね。この動画が良かったな、そろそろ当たってもいいんじゃないかな、当たったらみんなで何かしましょうって思ってくださった方思わないよこれぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またね。